時刻は12時32分になりました。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています。あっこのいい加減に旋回メールファックス続々ありがとうございます、はい。世田谷区のマーさんがですね、はい、アッコさん、はい、ベッキーさんと巨人の片岡コーチが結婚しましたね。よかったね、はい、8ヶ月の交際ですから、はい、いわゆるスピード婚だと思うんですが、うん、実はこれってタレントの栗原るいさんが、うん、タロット占いで結婚の時期を的中させたというのをご存知でしょうか。知らない。栗原さんは、うん、2014年に、うん、ベッキーの恋愛を占うという企画があり、はい、その時にゲスの極み乙女の川谷さんとの不倫の破局も当て、うん、今年新しい恋愛が始まるという占い結果だったそうです、うん、すごいですね。え、何年前にやってたの。2014年ですって。2014年に占った時に、うん、つまりなんか不倫のようなことも当てたし、で、うん、結婚は2019年であるということも言い当てていたということで、今結果論ですけれど、今となってあの時の栗原るいさんの占いが当たってるじゃないかということで話題に。栗原るいさんって細い目の大きい人でしょ。帽子をかぶってちょっとロン毛の男の人、うん、はい。占いもやってんですか。タロットが趣味なんですって。あ、趣味、はい。へー、いやでも私はあのいいことしか占いは信じないし、はいはい、悪いことはもう知らんぷりで、困った時の神頼みですけど、はい、いい占いで結婚とか出産とかそういうのだったらいいんじゃないですか。よかったっすよね。ベッキーってなんか別に急に保護したりなんかもないけど、全然知らんぷりしてたから、知らんぷりってか、はい、あんま会わないから、はいはい、そうだもんな。あれ以来会わないし、その前もあんま会うこと少なかったんですよ。でもすごいなんか楽屋とかなんかテレビ局、あ、テレビ局じゃない、スタジオ入るときに必ず一礼して入るとかね、うん、なんかすっごいイメージは携帯電話につけるあれなんつったっけ、ストラップ、ストラップを一応につけてて、そうです、携帯一つに対して、はあ、スマホじゃないと思うね、まあ、昔のだからスマホが出る前の時期ですよ。もうね、ストラップオーバーじゃないけど30個40個つけてて、この子何と思ったことあるけど、ずいぶん前だから多分20代前半ぐらいの頃の、そう、それで有名だったんですよ。そしたらなんか今回話題でなんか個展なんかも開いてるって、絵を描いたりしてね、それもすごいなと思って。大人になりましたね。もう30代ですもんね。だって妹さんもなんかダンサーかなんかで活躍されて、そうですね、ちょこちょこ妹さんと一緒に出られたりしてて、いやいや人がね幸せになるってことはいいことなんです。もう交際8ヶ月であろうが10年であろうが、はい、いいのよ、ね、いいね、幸せになってほしい。おめでとうございます。おめでとうございます。あとですね、ラジオネームもうもったいないさん、は、架空請求について、はい、主人がお金を払ってしまいました、あ、そう、これはやっぱり表記としては楽天を語っているメールでね、あ、やっぱり電話をかけたら100万円を請求されたんです、うん、で言い方としては、うん、これ払わないと裁判になりますと、うん、そして財産を差し押さえますと、うん、で主人が100万円をすぐにというのは無理だと言うと、うん、20万円まで負けてくれたので、そんなのもあんだ。そこやったら余計おかしいと思うけどな。そう、そこでやっぱり気づかなきゃいけないんですけど、うん、負けてくれたので払える金額なので、はい、払ってしまったんですという、うん、あ、これやっぱりいるんですね。これ詐欺の方からすれば20万円でも十分ですもんね。そりゃそうですよ、ね、うん、ダメ元で一斉に送ってるわけですからね。だからもう電話をかけた段階でなんだかんだこういろいろ人を不安にさせるようなことを言ったりね、うんうんうん、するわけで、電話かけちゃダメですよね。そうそう、もうかけちゃダメですね、はい、無視、本当に知らない電話とかなんかは無視ですね、うん、いやでもやっぱりいるんですね。いらっしゃるんですね。これもうこんなぐらいわかるじゃんって思うんですけど、巧妙なんでしょうね、それぐらい、はい、あー残念、十分に気をつけてください。本当そうです、はいはい、練馬区のもこさん、はい、あこさん毎年バレンタインデーにお仕事をする方にはチョコレートをプレゼントしてますが、はいはい、ご主人にはどうされてるんですか。 あげますよ。あ、さすが優しい。そうですか、うん、あげます。やっぱあれですか、あの特別なチョコレート。いや一緒。あ、そうですか。はい、これハッピーバレンタイン、
はい、ありがとう、それで終わり。不思議なことに袋から出してすぐ冷蔵庫入れてまだ食べてはれへん。何なんだろうあれ。よくわからない。食べてないなっていうのはチェックするわけですね。冷蔵庫開けるだけ。冷蔵庫開けるじゃないか。開けますよね。うん、で食べてはれへんし、あ、今気がついた、ホワイトデーにも何のお返しもない。ないんすか。ない。あれ、うん、そういうのあんまり、まあ、気分でね。まあね、そうそうそうですね。続いては、はい、桜市のドラちゃん、はい、風邪をひいて3日間寝たっきり布団の中で過ごしております。大変ですね。私はアコさんと同い年ですが、うん、毎週ほぼ休みなしで頑張ってらっしゃるアコさん、はい、風邪をひいたからではありませんが改めて尊敬します、はい、ありがとうございます。でもね、風邪の、ウイルスの予防注射打ってたんだけど、その形が違うと移っちゃうって人もいるからね。そうなんですね、インフルエンザですよね、うん、インフルエンザだから。で、明日おまかせのスタッフもインフルエンザかかったらしくて、それでもう内緒にしていこうと思いましたけどって、うちのマネージャーに連絡があったの。やめろそんなもん。いやダメですよ。ね、インフルエンザかかった人が内緒で行ったらそれはそれで大変な迷惑ですから。そうそうそう、だって潜伏期間もあるんでしょ。はい。でやっぱり3日間寝てらしたって言って、寝るのが一番、何もせんとぼーっと、はい、で家の中にいてもなんか加湿っていうかね、できるならマスクされてた方がいいと思う。そうですね。で常にこう喉を潤しとく、はい、よくほら風邪は万病のもとっていうからね、います。気をつけてください。休んでくださいということですから、はい、ゆっくり休まれてください、はい。千葉県の56歳主婦の方、お名前書いてありませんが、はい、初めてメールします。はい、56歳の主婦です。はい、主人との接し方で悩んでおります。あ、どうしたの。主人に対する態度が、気持ちとは裏腹に出てしまう。うまく主人の前で感情を出すことができません、決して主人のことが嫌いになったわけではないんですが、主人の前で振る舞えない、昔みたいに二人でデートできたりしますかねっていう、なんでしょうね、これ曖昧な言い方ですけど、うまく感情表現ができない。で、私に相談ですか。え、ちょうど結婚されて何年なんですか。56歳としか書いてませんが、まあ20年以上はというふうに考えるのが普通ですかね。なんとなくニュアンスからは、もうだってうちも38年ですけど、はい、会話なんてないですよ。で、私はいつもマネージャーには言うんですよ。いや、いい旦那だ、本当によくできた人、まあ、君らも重要だし、君らいなきゃ私は本当今いないかもわかんないけど、まあ、うち浩二って言うんだけど、浩二いなきゃ芸能人としてもやれてたかなとかって言うんだけど、昨日もそうだけど、早く食べてよとかね、こう言い方それですか。そうそうそう、いや昨日そのちくわにね、はい、ちくわに野菜をちょっと食べなきゃいけない、もう野菜サラダ作るのも邪魔くさいし、サラダだからちくわにそのきゅうりとセロリと人参入れて、ははで、そうやるとなんかこうサラダっぽく食べれるじゃん。でそれを食べてくれたら次魚焼こうとかって思ってんの。ちっぱら食べてる。だからありがとうとかって言ってね。で例えば、はい、もうじきおひな様じゃん、でうちのクリスマスの飾りとかね、家の中マンションですけど、おひな様の、私スヌーピーが大好きで、立派なやつじゃないんで、かわいいスヌーピーの昔から持ってるのあんねんですよ。もあるんですよ、はい、でそれいろんなマンション引っ越した時もそれだけは持っていくみたいな。それを全部飾り付けしてくれてるのがうちの旦那なんです。素敵な人です。そうなんですよ。あとお正月の締め飾りっていうんですか、はいはい、それとか鏡餅のセットとか、あ、もう季節ごと大事に。そうなの。それはレイチャールズの、その写真の下とかトイレ水回りとか、すごい綺麗に整頓されてますね。だからすごい私もね、感謝はしてるんですよ。ただ表現がね、だけど本当にじゃ、まあよくテレビのコマーシャルなんかでね、はい、手つないで歩いてらっしゃってる外国の人なんかよくね、手つないで、おじいちゃんおばあちゃんとかがね、そうそうそう、いいなと思うけど、なかなかどうですか、もうなんかよく言う、話さなきゃ本当はダメなのに、あうんの呼吸、空気みたいなもんだから、いないと困るけども、いると熱苦しいみたいな、うまく言えないね。はい、今寒いんですけど、はい、だってリビングで、私なんかもうじきまた嫌ですよ、野球始まると。あ、野球始まると野球見たがって、そうですよね、でリビングで見たいんだから私も。
大きな寝室にもあるんだけど、リビングで自分の好きなもん見たいのに、ほんで野球見てて、で途中でいやとかって、そのジャイアンツ負けてる時なの、ほんで急に他の番組見たって分からへん時あんなでしょ。で、なんかそれから10時ぐらいになんかスポーツニュースみたいあるじゃん、あれねえ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 、ニュースやってるやった、見ない、なんで見ないの、見たくない、な負けたのは見たくないんだって。なんだかね、スポーツ全般そうなの。この間あのアイススケートも見ないの、うん、負けたから、いや分かんないじゃん、まだあれはあのフリーになった時に結果優勝したんだからさ、はいからはいはい、負けたのは見たくないの、もうそれで下と思うけど、あ分かったよ、もう向こうで見るよとかって、そんな言い方しなくていいじゃないとか言ったら、無言でドアバーンって閉めるから、くっそーと思うけど、感謝感謝。なんかアドバイスなのか口なのか、ごめんなさいね。そんなもんだと思います。そうです、ね、いや私より年下だし、そうです、ね、言うてもね、はい、私の結婚長いかもわかんない、56歳でしょ、そうですそうです、うん、結婚、はい、もしかしたら長いかもしれませんけどね、うん、でもまあみんな似たようなもんですよね。でも感謝の気持ちさえ持ってれば、はい、あのなんていうの、そんなに誰かは見てますから、神様が、はい、うん、感謝の気持ちさえ忘れなきゃいいんですよ。でもアッコさんも同じだと思えばまたちょっと違うかもしれません、今の話聞いてね、はい、56歳の主婦の方、はい、もう気にしないで、はい、どっかで感謝の気持ちがあるとどっかで出てくるんですよ、はい、うん、ということでよろしいでしょうか、お互い頑張りましょう、はい、ということでたくさんの今日もメールファックスありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではここでなんかこう、そういう意味では男女のこう微妙な関係を描いた吉田拓郎さんの名曲を、これね、もう一瞬住んでて別れる歌いからね、そうですよね、女は辛いよ。1995年にアッコさんがカバーされたバージョンでお送りしましょう、はい、外は白い雪の夜。